アメリカが電磁レールガン開発を中止したというニュースが聞こえてきました。しかし、日本は開発を継続するという方針であるという情報です。今回は、この電磁レールガン開発を詳しく見ていきますね。日本も研究を重ねて、もう少しのところまで来ているのかもしれません。中国は実用化するとの報道もあります。それでは、今回の主役は、この電磁レールガンです。特撮やロボットアニメに登場する武器のような名前ですが、そもそもレールガンって何でしょう？従来の火器といえば、火薬を炸裂させて、砲弾を発射するのが一般的でした。ところが、このレールガンは、物体を、電磁気の力によって加速させて撃ち出す装置ということです。銃の砲身に当たるのが、導電性を持つ素材で作られている2本のレールで、その2本のレールの間に弾を挟んで、レールに接触させて発射するという仕組みらしいです。もちろん、その弾も導電性がなければ役に立たないそうです。やはり、SF やアニメの世界には、最先端の軍事兵器として登場しているようです。でも、レールガンは、現実世界では、実用化が近いとまでは言えないようですね。実際に軍が使用できるレベルには、まだまだ及ばないと言われています。だからこそ、世界各国の軍では、レールガン実用化に対する、温度感も千差万別なのです。さて、日本で、菅、2021年8月末に、令和4年度の防衛予算概算要求が公表されましたが、この研究を載せていて、将来的には投資を行う方向と見受けられました。今まで、防衛省は、レールガンの用途を、自国の水上戦闘艦に発射される敵の極超音速対艦ミサイルの対空迎撃に使用すると挙げていましたが、いずれは、対地、対艦攻撃用へ応用することも考えているようです。こう考える理由ですが、現在の日本が仮想敵国としているロシアや中国が極超音速兵器を準備しつつある状態なので、その対策の一つと思われます。具体的には、ロシアの対艦巡航ミサイルツィルコンや、中国の DF-17 の脅威に対抗できる対空兵装として、レールガンを考えているということでしょう。ロシアのツィルコンですが、昨年2020年10月と11月に、ロシア海軍のフリゲート艦アドミラル・ゴルシコフの VLS から発射実験を行った映像が YouTube 上に公開されています。このことから、実戦配備も間近なのではないかと推測されています。中国の DF-17 ハトン空17とも呼ばれている極超音速滑空ミサイルです。一昨年2019年10月の軍事パレードで公に初公開となりましたが、ディフェンダー16弾道ミサイルの弾頭部分を極超音速滑空体に改良した兵器ということです。ロシアのツィルコン、中国の DF-17 両方とも飛翔速度は極超音速、つまり超高速ではありますが、今ある兵器でも終点での迎撃はできると見られています。例えば、アメリカのイージス艦に搭載されているような長距離艦対空ミサイル、SM-6 とか、などです。といっても、SM-6 のような長距離対空ミサイルを持っていなかったり、あったとしても、その数以上の飽和攻撃、相手の対処能力を上回る攻撃数で勝る攻撃等の可能性を考えた場合には、もっともっと多層的な防空兵器を持つことが望ましいと思われます。防衛省は、こういったポイントを念頭に置いていると考えられます。日本の海自は、
貴重なイージス艦混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の計8隻を、北朝鮮の弾道ミサイルを防衛するために常備しておかなければならない状態です。この8隻を稼働し、訓練を行い、メンテナンスのローテーションを組むとギリギリで、はっきり言って、余裕はほとんどありません。北朝鮮は不思議な国で、国民が飢えに苦しんでいるという噂なのに、何かの折には、日本海へ弾道ミサイルを発射するという国民性があるようですね。特に自民党総裁選挙になると発射率が高くなるのは毎度のことながら不思議でなりません。艦は9台。こういった北朝鮮の行動から国土を守るために導入を進めていたのが陸上設置型のイージス、いわゆるイーグル・アショアです。しかし、昨年2020年に発射した後のブースターが落下する危険性が高いという理由で購入は中止になりました。それによって日本のミサイル防衛対策は修正せざるを得ない状態です。こういった状況で、電磁気によって砲弾を発射するレールガンは、理論上作薬、爆薬を使う従来の火器より、高速度で射程距離も長いことなどから、注目を集めています。次世代兵器となる可能性を期待されている火器と言っていいでしょう。レールガンは作薬を使用しないので、砲弾を爆発の圧力で加速させる方針は不要ですし、名前にあるように、電動性のある素材で作られた2本のレールの間に、同じ素材の弾頭をセットし、磁場作用で発射する仕組みです。言うまでもなく、新兵器の開発には、莫大膨大な予算と軍事テクノロジーが必要なのは、レールガンでも同じです。この研究開発には、世界最大の軍事力と軍事予算を維持するアメリカが先行してきました。アメリカ軍の中でも最初に研究、開発に着手したのは海軍でした。14年も、前の2007年、平成19年、頃から研究部署である ONR、Office of Naval Research が、イギリスの軍事企業である BAE Systems 社と共同でスタートしました。BAE Systems 社は、現在は、イギリスを中心とする第6世代戦闘機開発プロジェクトであるテンペスト計画を主導している会社としても巧妙ですね。アメリカという世界最大の海軍の依頼を受けて、レールガンの研究、開発にも参画したと思われます。アメリカ海軍の ONR と BAE Systems 社は、射程距離約 370km、発生電力量 64MJ を当面の目標として研究をスタートしました。その結果、アルミ製の弾頭を 10MJ で時速約 9000km で発出することに成功したのです。さらに、2010年には当初目標だった発生電力量 64MJ の約半分の 33MJ を達成し、プロトタイプのレールガン開発も順調に進行し、2014年には艦艇に設置して試験を実施するという発表もありました。プロトタイプレールガンが搭載される予定だったのは、通常船舶より幅の広い双胴型輸送船で、設置用には広いスペースが必要だったため選ばれたと考えられます。この当時レールガンを実装する最有力候補として見られたのは、2011年、平成23年から建造がスタートしていたズムボルト級ミサイル駆逐艦でした。大量の電力が必要なので、この艦との親和性も高く、ズムボルト級ミサイル駆逐艦は、大型ガスタービン機関で、
電力を発電して使用する統合電気推進方式が採用されていたので、発生させる大電力をレールガンに使用するという案が提出されたのです。ズムボルト級ミサイル駆逐艦の手法は、従来の火砲に変えて、AGS-155mm 砲と呼ばれるロケット弾の一種を搭載する仕様でしたが、レールガンは、これに代わる兵器になるだろうと期待されていたようですね。しかし、このズムボルト級ミサイル駆逐艦、AGS-155mm 砲を含む山ほど、多くの新機軸を盛り込みすぎたせいで、建造コストは跳ね上がり、アメリカ海軍が求めていた安定運用が難しいと判断されたため、たったの3隻作られただけで打ち切りになってしまいました。このズムボルト級駆逐艦の例に懲りたのでしょうか。未来を見据えたレールガンの実用化は、現時点ではとても無理だとアメリカ海軍は認識したようです。結論を言えば、2021年時点では、このプロジェクトは中止になっています。一方、アメリカが最大限の警戒を払っている中国です。海軍は2019年初頭頃より水上戦闘艦にレールガンを実装するという報道が中国国内のマスコミを中心にありました。しかし、2021年現時点において実現したかどうか、確認はされていないそうです。実現しても、あの中国で、スカラ新兵器は隠すだろうと思います。でも、他の国で、例えば日本で開発されたら、我が国のレールガンを見よとばかり、軍事パレードでお披露目するんじゃないかなと推理しています。